覚ませ英語の鎖を解け限られた海の中で光を解き放て Okay.
して天気もいい。ルンルンルン初めてのすそで、ルンルンルン早く気づいてよね。ガランツーガランツー乱れて感じられない、香り続けたく愛せとしきた。オレヤー Feel real baby、 風の受けて baby、 背中を押すね。 I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  love you、 Wonderful
女子枠一途、山口県出身のミクです。皆さんまだまだ楽しんでいきますか。イエーイ。今日みんなの声いっぱい聞いて楽しい時間にしていきたいと思います。ミクです。よろしくお願いします。よいしょ。ここで私たちからお知らせをさせてください。次回の失礼しました。次回の、はい、定期公演の開催が7月の13日に開催が決定しました。はい、次回がですね、この今のね、今回の定期公演のユニットと変わりまして、新しいユニットでまた皆さんに楽しい時間をお届けしますので、ぜひね、今日の終演後にこちらのファーストチケットの方も販売しております。そしてこちらの定期公演がある日のお昼間に、なんとなんとなんと、そのシリーズの開催が決定しております。ぜひ皆さんお越しください。そして九州女子オーク、今年の夏も TIFF2024 に出演が決定しました。ありがとうございます。九州女子オークはですね、デビューして半年の時に、TIFF の全国選抜ライブで優勝しまして、2018年から7年連続、今年で7年連続の出演となります。本当にこれは皆さんが応援してくださっているおかげの、こうやって出演が決まりましたので、ぜひ今年の夏、福岡から東京って結構距離があると思うんですけど、私たちすごく TIFF のステージ輝くんですよ。もう私たち最高の毎年ね、 TIFF の景色を見させてもらってます。ぜひ今年の夏、皆さんと素敵な景色作れたらなと思っております。よろしくお願いします。そしてですね、私たち九州女子オークは12月の1日にセカンドワンマンライブをキャナルシティ劇場にて行います。先日ですね、その実際にキャナルシティ劇場の方に、会場に行ってきたんですけれども、やっぱりこのステージから見た景色っていうのを実際に見たら、ワンマンライブの景色をなんか具体的に想像することができて、やっぱり絶対ファーストワンマンライブとはまた違った素敵なワンマンライブになるなっていうことをすごく強く実感しました。今回ですね、こうしてこのようにキャナルシティ劇場セカンドワンマンライブへ向かっていくためのこの音楽だったりだとか、本当にこれから皆さんとセカンドワンマンライブに向かって歩んでいけたらなと思っておりますので、12月1日九州女子オークのセカンドワンマンライブもぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。先ほどもね言いましたが、私たち九州女子オークはもうこれからいよいよセカンドワンマンライブに向けて全力で歩みを進めていきます。みんなと一緒に歩んでいきたいです。そんな皆さんにこの曲をお届けします。それでは聴いてください。序曲。背後の空が重く厚く、僕らを行く手幅にそれ、まだ白でも黒でもない、どっちにも行ける希望を抱くよ。始まるよ歌が、何のためなの、追いかけ胸が潰れてく、分かっている、分かる、知れば知るほど、やればやるほど、海の中もがこう太陽の光る方へ、何十回でも始まる、もう一度蹴り出せばいい、握るその手で想像してたはずを、追いかけるほど小さい
けで輝きは泣くことで君と描いた記憶忘れないよ。光るストーリー、いくぜ。
ビートステーションさんで私は実は初めて九州女子オークを見て、最初はこう応援される側だったんですけれども、今はこう皆さんに応援してる方になれてたらいいなって思います。初めて九州女子オークを見た時にすっごくすっごく心を動かされました。皆さんにとって、今日来てくださった皆さんにとって、この一日が、この時間がそんな時間になれてたらすごくすごくいいなって本当に思います。今日この時間を一緒に楽しんでくれて本当にありがとうございました。今日は本当にありがとうございました。本日は定期公演にご来場いただきありがとうございました。すごく私事なんですけれども、ステージに初めて立ってから6月6日でアイドル3周年を迎えて4年目に突入しました。そして女子オークありがとうございますありがとうございます。そして女子オークの初めての定期公演で、のカバー曲で着た衣装で今日はソロのカバーを歌わせていただきました。こうそう考えると自分でもこう分かるぐらい成長できたなって思いますし、それはもう皆さんがいたからこそ、皆さんが私をたくさんここまで成長させてくださいました。本当に本当に感謝でいっぱいで、改めて今日このライブで感謝を伝えることができたんじゃないかなと思います。今年の夏もたくさん皆さんと素敵な思い出を作っていけたら嬉しいなと思います。今日は本当にありがとうございました。皆さん、本日は九州女子オークの定期公演にご来場いただきありがとうございます。ここのね、ビートステーションでのライブの思い出って本当にいろいろあるんですけど、まあ、おかげさまで今年も TIFF の出演が決まりました。初めてね、TIFF の出場が決まったっていう時もここビートステーションさんでした。本当に初めてその時はすごく広く感じたというか、もう果てしなく広く感じたし、ファンの皆さんだって多分当時女子オークのこと好きだって言ってくれる人こんなにもいなかったと思うんですよ。でも今日はここビートステーションさんで、もう今日は全員女子オークのファンの皆さんと一緒にこうしてライブを楽しむことができて、この夏も今年の夏もすごくすごく楽しみになりました。これからも九州女子オークの定期公演、そしてこれからも九州女子オークのライブをどうかよろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。皆さん、福岡定期公演ご来場いただき本当にありがとうございました。私もね、ビートステーションさんのステージはこうやって女子オークとして立ったこともありますし、女子オークになる前もダンスサークルで立ったこともありますし、逆に昨日ビッグフミさんという方のライブを見させてもらったんですけど、その方のライブもここで見たこともあります。全てを経験していて、今日すごくいろんなこう思いが込み上げるライブになったなと思います。私自身の声だったり形でこれからも皆さんに歌をたくさんお届けしていきたいと思いますので、ぜひ受け取ってくださると嬉しいです。そしてセカンドワンマンライブ、皆さんで一緒に成功させたいと思っております。ぜひこれからの九州女子オークもよろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。皆さん、今日はご来場本当にありがとうございます。こう今4人がこう話しただけでもビートステーションにはたくさんの思い出があって、私ミクも以前のグループの解散ライブがここビートステーションさんでした。九州女子オークにとって思い出がたくさん詰まったビートステーションで、今はこうやって定期公演を開催できていることすごくすごく嬉しいなと思いますし、今日も本当にライブもファンの皆さんもメンバーのことももう大好きすぎて、あ、もう大好き、この時間ずっと続けばいいのにってすごくすごく思いました。そうやって思わせてくれるみんなや環境にすごく感謝でいっぱいです。これからセカンドワンマンライブ、みんなで見たことない景色一緒に見に行きましょう。これからも九州女子オークをよろしくお願いします。今日はありがとうございました。私たち九州ガールズウィーク九州女子オークでした。今日本当にありがとうございました。灰色の空は重く厚く僕ら
なの行く手幅見袖ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。